北の暮らしゆえに憧れが膨らむのだろうかロシアでは南部の国会沿いに別荘を構える人々がいる旧ソ連時代に最後の書記長を務めたゴルバチョフさんもそうだった休暇に入るとモスクワを離れ1ヶ月ほど過ごすただ我々の社会はあまりに平らだと口にしていた方だけに くつろいででばかかりではなかった1987年の休暇はほとんどを著書「ペレストロイカ」の書き下ろしに費やす本の構成を議論するため別荘には側近も呼び寄せ口述筆記を繰り返して草案を練ったダブル・トーブマン著ゴルバチョフその人生と時代」。 松島義彦役に出てくる逸話である時は移りソ連崩壊から30年になろうとする今も彼の地は権力者を引きつけるようだプーチン大統領が国会沿岸に豪華な宮殿を所有しているとロシア反体制派が暴露した与えた利権の見返りで推定 約1,400億円相当とか21日付本紙に載った写真では別荘というより確かに王公貴族の上官風に見える劇場や映画館カジノもあるという大統領サイドは否定するが本当に別宅ならあまりに怠惰だのを知ったが再び聞こえてきそうだ